負けて泣いている久保建英。シャビ監督に慰めてもらう。4日のラリーガ第12節、敵地レアルアレナでのレアルソシエダ戦に、1例で勝利したバルセロナ、シャビエルナンデス監督は試合後、ソシエダミッドフィルダー久保建英のプレーを、スペクタクルだったと振り返っている。泣いてる久保くんと、それを励ますバルサ監督。もうバルサでプレイすることないだろうけど、普通にシャビは、タケのこと好きなんだろうな。シャビ監督、久保の印象について、私にとってタケはワールドクラスの選手だ。ボールを持っている時だけでなく持っていない時、そして我々のプレスのかいくぐり方など目を見張るものがあったと思う。そしてレアルソシエダードは本当に素晴らしいチームだと思うし、今のルは偉大な監督だ。今日、彼らはそれを証明してみせた。我々はリーグ戦で勝てるチームがほとんどないピッチで、勝ち点3を獲得したんだ。タケは私にとって並外れた選手だよ。レアルバルサ相手に、あれだけのプレイできるってすごいことよな。レアル戦でもヤバい活躍してたのに、バルサ戦でも活躍、リーガを代表する選手になってるやべえわ。久保はあれだけやれてたのに、悔しくて泣いてるだもんな。全然満足してないし、もっともっと成長するな。ほんとすごいやつだわ。タケあれは本当に涙拭ってたんだろか。もしそうならほんとかわいそうやな。タケだって最近自分にちゃんとチャンス、回ってきてないのわかってるでしょ。泣いてなかった可能性もあるよね。でも泣いたか泣かないかはともかく、泣きたくなるほど悔しかったのは確かだろうな。タケがあれで得点決めるのは相当難しいけど、得点もしたかったろうし、それに中参加で CL あるのにフルで走り回った挙句、自分が必死にフォローまでしてた交代選手のミスで、負けだもんな。正直、汗拭っただけなのでは説あるよ。俺の中では、